どうもおはようからこんばんは、とのてっこざる信長の野望新生パワーアップキット今川編続きをやっていきましょう。里見に関してはね、伊達が第一進行を開始しちゃって、我々も援軍を送っているがちょっと厳しいかなまあ東はいいとしましてね、我々はそろそろ信長と決着をつけようと進軍中。もともと観音寺攻めるつもりだったのが、一方向からしか行けなくて、それ厳しいなっていうので、じゃあもう沢山とか日野を落とすんだったら、もう信長さんと決着つけようかなと。北畠は倒したみたいで、智則が浪人していたんで、まあ東の戦力増強として八幡か、ここの城を与えました。まあそんなことをやっております。でついにね、この今川義元、織田信長と戦うことができます。部隊数は相手が上で、威風は弱か。直虎ちゃん出したんですが、これだったら部隊詳細、信長の方は国衆とか込みか、直轄的、まあ信長さん本体で言ったらこれだけか。おならばこれだけの兵力出す必要もないな。直虎下がれ。あ、ちょうどいい感じ。部隊数はこっちが相変わらず少ない。あ、でも雨が降ってきたかな。あ、ちょっとどこかで休憩でもしようか生半可な舞台ではひとひねりにされる。こっちは朝比奈さん、岡部岡部はどうしても呼び捨てになるな。で、氏真の八須賀小六と今川義元、ほぼほぼ今川、相手はタッキーとかいたり、信長さんはそこで、勝家が9100の舞台。こうして見るとマップ的には初めてかな。は、コロクが向かう先には秀吉がいる。ふむ、これは面白い。じゃあこんな感じで行きましょう。天気大丈夫？雨じゃない？我が戦、信長突っ込んでくるかもしれませんよ。部隊数が少ないんですよ。だから高台取って射撃っていうのは厳しいな。かの要衝制す。ここで防衛ラインを敷くか。まずは国衆、桃地とタラちゃん、ここら辺を防ごう。氏真は山の頂上を取って、八須賀小六は高台、義元はこのままここを取る。要所を手に入れるぞ。馬にて敵陣を割る。秀吉に高台を取らせるなよ。八須賀小六対木下秀吉。素晴らしい。いや、能力的にはいい感じですね。義元さんの前には貨幣ながらも国衆とタッキーが立ちはだかる。敵を蹴散らすぞ。援護に向かうか。でも勝家の動きがわからないぞ。かの要所を守る。信長がやってくる。義元単体ではこれは厳しいのではないのか。だからこそ国衆を退けた部隊で援護に向かうしかない。勝家はどうやら動かない。いかがしましょう。でもこっちも軒口やられたらダメなんで、氏真が身動きが取れないぞ。信長来たか。よし、まずは忍び。おげち、敵を退けるぞ。そこをどけい。朝比奈、安友を押し通る。ちょっと吉本さん厳しそうだな待って、信長が前に出ちゃったし。よしこれで下がるか。
敵兵を蹴散らしたぞ。タラちゃん壊滅。いかがしましょう。オカビは急ぎ救援へ。いざ進め。ここに朝日奈隊は北上して、今勝家が氏真と睨みを聞かせて、氏真がビビって動き入れないから、そこなんとかしよう。素晴らしい。勝ちは緩みますまい。いやー、コロクも厳しそうですよ。よし、勝家が引いた。敵を攻撃する。では氏真動く時ぞ。攻撃ですぞ。信長、今こそ勝機。我が先方、その目に焼き付けよ。攻め潰してくれよ。早く高台を取って、上回られるとは。吉本の援護をしなければ。岡部も救援に向かう。いざ進め。こっちは逆に勝家とにらめっこして。お、秀吉千成病炭か。敵が隙を見せておるぞ。かかれ。まあ、確かにコロク方面には隙はあれど、あなた強撃されているんですよ。ついに信長を退けたが、吉本混乱中。まさかもう討ち取られたとか。攻撃ですぞ。お殿、大丈夫ですか。いかがしましょう。今よ、我が戦法を見せてやろうぞ。いや、岡部岡部、そこはもう取る意味がないんですよ。信長が戻ってきた。街道一の弓取りが呼び、飾りとでも思う。いやいや、混乱しながら言ってもさ、迫力ないですよ。あ、混乱解けたんだ。下がろう。いかがしたものだ。岡部が救援に駆けつける。じゃあ岡部は吉本の首を持って帰ろうか。いや、まだ討ち取られてはいないぞ。今よ、我が戦法を見せてやろうぞ。タッキー撤退。秀吉も撤退。即そ味わえ。これこそが我が戦の神髄よ。岡部はちょっと厳しいかな。この戦、我が戦法にて押し通る。おお、コロクが秀吉を破った。もともとのこう秀吉に商売商いとか調略とか、あの辺、まあ、あと野戦戦い方、あの辺教えたのまあコロクでしょうし、秀吉にとっては師匠みたいな人ですもんね。じゃあ氏真はそろそろ勝家狙うか。皆の者、苦しき戦よ。分かった分かった、チェンジしてやるよ。いかがしたものや。いかがした。行くぞ皆の者。あとはコロクが占領するまで待ちましょう。下がるかな、氏真が動き回っているから。で、高台からの射撃。これでも何とも言えないな。氏真は一旦回復させよう。よしよし、信長の兵力が落ちてきているぞ。いかがしましょう。敵を攻撃する。で、吉本はまだこの先戦があるんですよね。だから無理はさせられない。信長まだ前進してくるか。なんとかして吉本を殺せばワンチャン逆転ありっていうので、さらに前進してくるのか。なんたることぞ。でもう射撃の援護はないか。ここから岡部前進して。ほら、また戦法発動したし。我が戦法、その目に焼き付けよ。吉本さん、本来戦力を温存しないといけないんだから。街道一の弓取りが呼ぶ、飾りとでも思うと。そして調子に乗るからやられるんですよ。さらに交代。もう岡部でどうにかしてもらう。吉本もしかして下がれない。
交代ができないならば、この句願いまする。で、こっちはそろそろ勝家に向かおう。敵を叩くぞ。あ、でも勝家先鋒発動するんだよな。じゃあ氏真にちょっと一回サンドバッグになろう。歩みを進めよ。これ火だめ大きいからな。試される時ぞ。あれこそはと思うものは続け。3000はやばいわ。ここに。じゃあ朝比奈行きましょう。敵を退けるぞ。こっちはどうやら吉本さん下がれないみたいなんで、いざ進まん。下がるとなったらそこまで下がるのか。今こそ披露してくれようぞ。では小六さんで背後を取りましょう。ここでこの軍略でもって決めてくれよ。よし。では強撃。信長はもう疲れ切っている。撤退した。でも撤退なんてさせない。この損害笑えぬぞ。もう孤独だけでいいか。我が先鋒を見せてやろうぞ。敵兵追えたり。お、佐久間森重打ち取ったり。そして権六も撤退。森重が亡くなったんだったら、まあ大体史実通りですか。皆の者、高らかに勝ち時をあげるのだ。よーし、なかなか損害も出た。いや、面白き戦であった。よくやった孤六。我が武名どこまでも響け。よかったね、死なないで。まさかのまさかじゃ。まことか。六角さんはね、上帝に名前を変えました。この程度の城ならば、ほう、落ちた。あら、柔らかいですね。豆腐みたいな城だったかな。貴殿にはお仕えできぬ。礼を申し上げる。寝返りしか。お仕えいたします。商品略奪、いかんいかん。承知しましたぞ。ではさらに進軍を開始せよ。沢山が落ちたんで次は日野。敵はよく城を奪おうぜ。まったく面目ねえ。あれ、風魔さん、忍びとして使うよりか上司として使っているんで、もう腕落ちたかな。こきにおいは。あ、そうそう、台風来てました。戦が始まるぞ。え、目標達成した。嘘でしょ。そんなことないと思うな。そんなことないですよ。ほら、足ないるし、3万4000ぐらいいるぜ。その兵力じゃ無理でしょう。ほら、府中まで迫ってきているし。で、合戦できる。次は丹羽長秀か。丹羽長秀はいいですよね。あなた自身もかな。あとは息子の長重、どちらも確か織田家の姫をめとっていなかったっけ。で、今回受刑にが新たに加わりました。我らならば必ずや勝てよ。は、母上、国衆どういうルート行こうか。母上も突っ込んでもらおう。敵の退路を狙う。奮い立て。ははっ。コブは取れると思うから、それは孤独に任せよう。いかがしましょう。要所を手に入れるぞ。馬を出せ。続け。槍を前に進め。おそらくこの国衆は南に突き抜けてくるかな。まあ、それくらいは吉本でも応戦はできる。で、ここで国衆も破っておけば、もう織田家出せる兵力は
いないか。じゃあこの野戦が終わったタイミングで5詰めを出しましょう。今が好機ぞ。いや動いちゃダメ、動いちゃダメ、守らないと。万歳。じゃあ岡部こう行こうか。敵を蹴散らすぞ。うん、でコロクはあ、まあこう向かわずとも大丈夫な気はしますが、まあいいでしょう。氏真は意味のないところを取って軍功を稼ぐ。押しておりますね。我らと互角とは見事。庭長秀壊滅。やりましたぞ。でももう軒口一方攻められているのに誰も動こうとしない。まあ残り2部隊ですし、国衆は鳥羽水軍。他の戦いだったらしょうがないか。軒口落ちたぜ。信長さんまた籠城するんですかな。それでも威風弱が発動する。我が武名どこまでも響け。あ、ちっちゃい範囲だったね。まさかな。よし、では5詰めいきましょう。王城打ち安、あの城を奪いに行く。伊勢を取りに行きましょう。長野成政はまあそれに続いて、出陣じゃ。で岡崎の信友はこの南から鳥羽城、宇野のも続きましょう。城を奪いに行こうぞ。よろしいでしょうか。なになに、次は防衛ね。心得た。かなり使い潰しているよな。いやいいけど、あまり繰り返し使うとさ、こっちも出せる余裕なくなってくるから。出陣いたします。早く安泰になってほしい。賛儀、城攻めを始めるぞ。あら、落ちてしまいましたか。はい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 、もう普通ね。構わぬ。吉本さんもめっちゃいい人ですよ。え、どこ出そうとしてる。間宮と星名。いや、星名隊はちょっとやばいな、兵力が。安倍さん出し渋ってる。米がないのかもしれないな。米がないってことはないんだがな。わしに続け。やりました。恩に着ようぞ。お、細川春元か、いいね。使えてみるも良いか。こういうのもね、なんか使っていきたい。鳥羽城の破壊か。申し上げますぞ。いやー、45も90もどっちもかかるな。ほう、落ちたか。縛り上げなさい。お使いできません。かたじけない。奪いに参る。
出陣負荷がもう157ってもうかなり長いんで、城攻めとか待つまではちょっと時間かかりすぎるな。おお、なりますか。忠節を尽くしますぞ。な、何？よかった、二打襲撃とかやろうとしていたのか。おや？おやおや？鈴木さん動いていませんか？我々と敵対するんですか？上機嫌だわい。見逃すとでも思った。鉄壁。スケマサも郡上八幡から動かせれないよ。お聞きいただきたい。任されました。だって本田正信の調略だってあのこの人防いでいるんですよ。野蛮比べなら負けぬぞ。甲状腺負荷まだ兵力が必要か。待ってあげようか。待つかぐるりと回っていくか。じゃあこの2部隊を、六角梁通ってしまうんだね。それはちょっとまずいか。あ、気づくと毛利がもうやられている。赤松の方を攻めているんですね。別所は残ってて、畑野も残っている。ここら辺は従属してそうだ。ここはどう動くんだろう。まだ甲状腺は負荷。戦が始まるぞ。城を落としたぞ。で、鈴木が動いているのがちょっと不穏だな。城を落としてみせる。あ、で、甲状腺行けますか。もうこの舞台で攻め込むか。城を我らのものとせん。亀山から出してもしょうがないか。もしくは、権六破れそうだな。あの津落としても、伊賀上野まで達するのにそう時間かかるから、もう3万で攻め込むしかないな。では始めようか。では始めようか。十分だってさ。ならば信長、決着をつけよう。ちょっと鈴木さん邪魔してる。お、信光がいる。また捕らえてやろうか。みんな、王道たる。いいね、平城系はもうどのルートからも攻めれるのか。うん、いかがしたものやら。吉本さん、兵力ちと心もとないからぐるりとあえて回り込んで、ここら辺の忍び陣所落としてみよう。で、戦闘を進む岡部はこういこう。敵を攻撃する。いいの。また何とも言えない面々がいる顔ぶれだ。ここ下がるな下がるな、攻めろ攻めろ。みんな槍を構えよ。はい、勇ましいな。軍略でもって決めてくれよ。あれ、女性の勇猛とかの声優って確か声優花森ゆみりさんなんですよ。敵勢蹴散らしたり。いいな去年ぐらいで声優10周年迎えたんですよね。敵を蹴散らすぞ。好きな声だな、まあ、それはいいわちょっとイメージ合わないけれどもね、受刑にとは。そのルート行くんだ。ああ、まあ南からでも迎えるのか。では母上、信長と戦ってもらいましょう。
敵を退けるぞ。でもここまで来たら縄文になるか。ご命令はいかに。やすとも縄文を叩け。その範囲で混乱不与か。ならばあえて近づく必要もないな。鉄砲にて打ち崩せ。新しき世を、新しき戦を見せてくれよ。では見せてもらおうか、この吉本に。敵を蹴散らすぞ。攻め立てるぞ。我が軍略にてこの戦決して見せん。あ、言うことはないもうこの二人の戦いに言葉はない。わしの軍略、今ここで使うべきものよ。磯野さん壊滅。浅井の残党もいるのか。お、信長さらに強撃。あら、こりゃもう引くしかない。この軍略でもよ、手柄よ、見事。よしよし、では本丸へ。いざ進軍。主勢に回っておる。は、岡部ちょっと疲れているな。では吉本行きましょう。いかがしたものやら。まあ本領を追われた織田家もなかなか面白く立ち回ったかな。だがもう十分だ。新しき世を、新しき戦を見せてくれよ。まだ強がるか信長。兵らよ、新しき戦というのは本丸にこもって戦うことかな。わしの軍略で、信長さん、信長さんダメージほぼほぼないですね。母上疲れているか。進軍だ、進め。街道一の弓取りが呼び、飾りとでも思うと。でこっちの城門行きましょう。皆の者、城の耐久の方が落ちるのが早そうだ。信長さんもまあまあ食らっていますね。お、最後の戦法か。新しき世を、新しき戦を見せてくれよ。信長は絶対に投用しない。もう追放する。これでどうやって逆襲してくるかを楽しみにしよう。威風中ってことはこれで織田家終わりそうだ。伊賀上野制圧完了。信長今どんな気持ちかな。守備の戦働きであったぞ。で目の前の鈴木機はどうしてくれようか。我らの勝利、世に知らしめる。あ、織田家終わったか。まさか。まあ、次はお前だぞ。次は六角だからな。お、東海統一。ほう、落ちたか。ほう、落ちたか。織田家滅亡。生け捕りとしたぞ。で信長は外して、で投与。我が主のため力を尽くす。でこの世、信長さんを加えたこの5名は解放。甘いわ、覚えてよ。で地方統一。お、関口、お前今ここに来ている場合じゃない。いない、いや帰れ帰れ帰れ。嬉しきことよ。関口はさ、あなた春日山預けているし、散々調略食らっているんだから、あんたが離れた時こそ一番危ないって。よかった、吉本存命のうちにこうして地方統一か。
いや、そこは頑張りますよ。つらたつ、血がたぎる。で、ここのちょっかい出しているやつ、津田さんか。あ、引いていった。ナバリ。ここら辺の地方っていうのは、ナバリか。じゃあここは取り返さないといけないんですね。かの地を制する。で、この辺も落ちましたと。ご命令をくだされ。よしよし、いかがしたものやら。マスター長森、朝倉景隆、もう66歳なのか。お使いします。岡部、そこまで活躍した印象はないんですよ。まあ感情を与えて駿河の小生でも与えてやるか。他感情ね、まあ城主系とかがいいかなって思うんだが、長野のじっちゃんもうそろそろもうそろそろ寿命だしな。城主系で固めていって、穴山に、もうこいつ中世20だからいいでしょか。まあいろんな武将が入って、で、まあこんな感じになりました。次回は観音寺攻めていきましょう。ということで、今回はここまで。これまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価お願いします。ではさらばだ。